会長のお孫さんです。可愛らしいお方ですよ。申し訳ありませんが、電話の場所は秘密です。お料理が冷めてしまいますからね。
たか。さあ、早く席に着きたまえ。では始めましょう。おはようございます。昨夜はよくお休みになられましたか？それは何よりです。時にドクター、私は今朝は食欲がない。いや、ただの気分だ。必要ない。いいから君の結論を聞かせたまえ。誰を選ぶのかね。それを聞いたら私は休ませてもらう。ドクター、無論すでに決めてきたのだろう。おお、それは？お待ちください。残念ながらその選択は無効です。なぜだ？シルビー、なぜ無効だ？まず、満ちるべき精神が満たされておりません。何を言っておるのだ？すべてはお前の言う通りに用意したのだぞ。揺らぎが起こってしまいました。何が揺らぎだ？説明申し上げたはずです。お忘れですか？あなたがサンマキシマンダサントボームを訪れた3年前のこと。物質界では確実なものなど何一つ存在しないのです。お前はそれでいいのだろうな。お前にとってはこれも実験の一つでしか。今回はお諦めください。ああ。次の機会は420日後です。私は部屋へ戻る。ではお供いたします。あの、お食事されますか？私はどうすればいいんでしょう？いつも通りでいいんでしょうか？でも
おはようございます。今日はお知らせすることがあるのですが。今夜パーティーが行われることになって、私たちもそれに正装で出席していいとお許しが出たのです。はい、旦那様のお孫様がいらっしゃるので、それに合わせて社交パーティーをと。話では旦那様のご親戚や本社の重役の方々も大勢いらっしゃるようです。おそらくマリアお嬢様のご紹介がパーティーの趣旨になるのではないでしょうか。人事ではありませんよ、ドクター。ドクターもご出席の人数に入ってますから。せっかくお呼ばれしたのですよ。この機会にストレスを発散させてはいかがですか。私たちの清掃服姿を見られるなんて、もうこれしかありませんよ。ご心配なく、ちゃんとお貸しいたします。実は私たちもお借りした衣装で出席するのです。ですから何も遠慮することはありませんわ。では決まりですね。後ほど衣装を何着かお届けしておきます。パーティーは夕食の時間にお庭で行われますので、着替えが済んだらお越しください。ジェーン、ディアナ、ミレイが呼ばれています。には問題があるように思います。でも確かにおしゃれができるのは嬉しいですね。自分が女性であることを誇れる瞬間ですから。本当を言うと、とっても楽しみなんです。いっぱいおしゃれしていきます。